私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。なんでジャニーズ、苦笑せざるを得ない？苦笑せざるを得ないところでしょう。キング&ピース、以下、キンプリ、平野紫耀の弟である平野力士。アパレルブランド、RKS、リキー、リクスリッキーの代表を務めるほか、リクー、名義でアーティスト活動も展開しており、キンプリファンの間では有名な存在だが、彼が TikTok に投稿したダンス動画が SNS 上で賛否両論を呼んでいるという。今回の TikTok 動画についても、楽曲使用はルール上、特に問題はなく、また力士としても、あくまでファンのリクエストに応えただけ、というスタンスなのかもしれません。ただ、平野のキンプリ脱退発表の直後、かつ自身のイベントの開催直前というタイミングに、コラボ動画がアップされたとあって、一部ファンから、兄の話題性に乗っかろうとしてるのでは、と不信感を持たれるのは当然のこと。これにはジャニーズサイドも、苦笑せざるを得ないところでしょう。12月開催予定の力士のファンミーティングには、平野やキンプリファンも殺到することが予想される。この状況を、兄である平野はどう思っているのだろうか。力士は11月24日、自身の TikTok アカウントで、キンプリの楽曲、一番、2022年、を踊る動画を公開。コメント欄は、かっこいい、エモすぎる、まさかキンプリ踊ってくれるとは思わなかった、など、喜びの声で溢れ返っているものの、Twitter では、兄がどんな状況かわかってる？家族が出しゃばってくるの好きじゃない、など批判的なコメントも散見される。平野は、過去ジャニーズ事務所公式携帯サイトっちょひんにすウェブのブログ、ショータイムに、RKS、リキーへのシャツを着用した写真をアップするなど、兄弟仲はかなり良い様子。そんな二人が間接的にコラボしたとあって、貴重な動画ではあるのは間違いありません。しかし、力士の直近のインスタグラム投稿を見ると、12月に開催するファンミーティングの案内や、母親が開発に携わったコスメが完成しつつあることを明かすなど告知続き。そんな最中にアップされたコラボ動画だけに、宣伝匂いを感じる平野ファンが相次いでしまいました。力士はアーティスト業のほか、昨年10月に、平野力スタイル&フォトブックリクー、シフト生活者を発売したり、今年3月には舞台、テイルズ・オブ・アライズへ出演するなど、芸能活動にも積極的だが、以前から、平野の人気に便乗している、と、一部キンプリファンから白い目で見られていた、同、という。長くジャニーズ事務所は、所属タレントの身内によるファンビジネスに頭を悩ませている。例えば嵐相葉雅紀の実家が経営する中華料理店は嵐人気に便乗するような形でオリジナルグズの制作販売を行っていたことで、知られ実際ジャニーズから注意が入ったと言われています。しかし力士の場合、大々的に平野やキンプリの名前を用いて、芸能活動やビジネスを展開をしているわけではないだけに、現状ジャニーズとしても手出しはできないようだ。キンプリ平野紫耀の弟、兄の話題性に便乗した一番ダンス動画公開に批判殺到、ジャニーズは笑うしかない？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。